こんにちは、どうも、うぷ主です。再びゆっくり課長が格ゲーに、挑む時間がやってまいりました。やり込み不足なタイトルですが、どうぞ生温かい目で見てやってください。皆さん、お待たせいたしました。今回はこのゲームです。デイレイレイン。最後のパンツ、最後のパンツ。最後の一枚なんですね。もう後がない。最後のパンツ。これ来たら、溜まりまくったパンツを選択するしかないよ。時は未来、ところは宇宙。バイ、松本里香。はい、というわけで今回は、サイバーボッツです。やり込みは困難だと判断して、もう当たって砕けろです。とりあえず、一番人気がありそうな、デビロット姫でプレイします。うわぁ、これが、暗黒大帝？とても、お腹のあたりが、銀河万丈です。父上、とても同じ生命体の娘には見えないよ。ガウェイン、ユパ様じゃないの？まあ、年上好きなんですね。わかります。そんな、ひどいわ、父上のわからずや。暗黒大帝とはいえ、どこぞの馬の正義には、娘を、やりたくないんですね。親心ですね。わかります。父上、何ですか？その服部半蔵みたいな、ガチっぽい、ロボットは、とってもトラウマな感じですよ。こっちは、ただの滅殺型ロボットだというのに。さて、そういえば、ユパ様、じゃない、ガウェイン様のところに行くにあたって、サイバーボッツを、上手くなろうと、いろいろググったりしたけど、このゲーム、特殊というか得意すぎて、よくわからなかったよ。え？あなたはサイバーボッツのことわかろうとしたの？だって、わかろうとした、わかろうとしたんだ。え？なぜわかろうとしないの？そうやってマイナーなことから逃げているのね。だって、マイナーゲームから逃げ出して何が悪いんだよ。まあ、正直、すまんかった。このゲーム練習しようにも、CPU はやたらガード硬いし、うぷ主のか細い心をズタズタにしてくれましたよ。というわけで、知識がないのを丸出しで頑張ります。とりあえず、一通り、必殺技を出してみたい。お、今のは滅殺豪昇竜ですね。よしよしいいぞ。強くなったな、デビロット。父上、ワーロックなのに、弱すぎです。手加減したんですね。わかります。おやつらは、300円まで。父上、バナナは、おやつに入るんですか？ああ、死んだ？迫る正義の手をかいくぐり、見事ガウェインのハートを射止めることはできるのだろうか。正義が迫ってるんですか？どうやって嗅ぎつけてくるんだか？ついてくるなというに、これはわらわ一人の問題、そっちたちの手は借りぬ。ガーン、しゅんな、姫様。何？ボヤッキーのじいさん、何なの？お約束なの？忠誠と献身の結果がこの仕打ちとは。悪人に神も仏もないとはいえ、なんとも切ないものじゃな。待て待て、何？ロム兄さんなの？と思ったら、なんだ、ただのペガサスのニュータイプか。正義の味方、
わしはもうおしまいじゃ。おいおい、悪役だろ。弱気すぎる。そちの方こそ許しがたいわ、このバッタモンが。姫様。様は、言うてはならんことを、変に変わって成敗してくれる。何？好きに変わってお仕置き？そっか、ただのタキシード仮面だったのか。それにしてもこの、早乙女とかいうやつ、木馬のニュータイプみたいな声してるけど、なんかマグカップの時に見かけた時は、ニュータイプっていうよりかは、なんというか、流派、東方腐敗みたいな感じだった気がしますけど、別人、早乙女サイクロンなんて、あれ超級覇王伝英団の、バッタモンじゃないの？でも、ニュータイプにしろ、流派東方腐敗にしろ、あいつら、戦闘中なのに、一人ごとが激しいから、やっぱ別人かな？例えば、ニュータイプは、舌打ちまでセリフのように一人で言うもんね。ちぃーって、流派東方腐敗なんかは論外。バルカン砲を撃つたびに、いちいち、口で、バルカンって叫んでるもんね。うるさくてしょうがないよ。それとも聞こえてこないだけで、中でブツブツ言ってたりするのかな？たかが、0号機一つ、ブロディアで押し出してやる、とかね。何？負けた？そんな、バカな。愚かな。正々堂々と戦うほかないソチたちと違って、我ら悪者はどんな卑怯な手段もやりたい放題。もとよりソチたちに勝てる道理などないわ。そんな道理聞いたことないですよ、ワロス。俺のやってきたことは一体、風よ雲よ、心あらば教えてくれ。わかった、こいつはメタルダーだ。姫様。じい、もう良いのじゃ。心配をかけたな。今回は特別に火炙りの刑で許して使わす。さらっと言いましたね。こいつ悪性、生まれついての悪だ。死んでしまいます。実験体にされた逆使い捨て、私ってなんてかわいそう。自分で言っちゃったよ。かわいいわ正義。本当にかわいそうとはどういうことか教えてやるわ。何？本当にかわいそうなこと？これ、なんて色ゲー？ありえたって、そもそも全裸？首は？やっぱ色ゲー？いや、なんでもない。正直すまんかった。自重します。いや、でも、やっぱり気になるよね。全裸に首は？それでいて本当にかわいそうなことなんて、きっと、あんなことや、こんなことが。きゃあ、これ以上は、ゆっくりには言えない。きっと、左の体力メーターのあたりにいる。ベースボールみたいな骸骨集団も、きっとエロい生物に違いない気がしてきた。お、なに？バーチカルローリングなの？ブランカ的なの？そういえば、なんか丸まってるし、そんな感じ？見た目は、スターウォーズにでも出てきそうだけど。早く、本当にかわいそうな目に合わせるんだからさっさとやられてよね。ほーら、瞬目殺だーって、ガードされたー。所詮、ロボか。ここは、ロボらしく、手からビーム出したり、バルカン出したりしておくか。ジャンプ A1 の音があるタイプだと思うのは気のせい？それにしてもロボ竜巻強いな。攪拌ないの？悪いことをした。
何？すっきり？もう事後なの？本当にかわいそうなことは運営に怒られるからカットなの？何の実験か知りたい？言わぬか！言います。連合軍は私たち痛いけな少年少女を捕らえては秘密兵器のコアとして利用し使い捨てにしているのです。なんとそんなた行くぞ地獄大使ドクターシュタイン。はは待って置いてかないで、はあ、お花畑が見える。お花畑が見えるなんて無条件ですか。優しいね。暑いの。エアコンはまだ治らぬのか。はは、シュタインが全力で修理をしておりますれば、今しばらく。こんなロボにもエアコンなんてついてるんですね。すごい。お兄ちゃん、怖いよ。あ、何言ってんの？この犬人間、わかった、犬夜叉ですね。何？この鉄砕が、鉄砕がにしては、随分ロボロボしいですね。あ、わかった。ドラゴンガンダムとでも言いたいんですね。カッペイさん。お、後期にボディプレスだと、バッタモンすぎるだろ。所詮、ロボか。そうだ、瞬獄殺。で画面は暗くしてよね。恥ずかしいじゃない。生身の合気も暗い中で、ああやってランプ決めて昇竜拳で、フィニッシュしてるのかな？暗くできないロボだけど、生身と違って、8方向に空中ダッシュできたり、手からバルカン出したりできるのは、強いなぁ。ジャンプキックキャンセル竜巻旋風脚も強い。何それ、ダブルラリアット、帝王展示剣、空中ガードできるから意味ないよ。負けちまったぜ。さあどうにでもしやがれ。だけど魔王にだけは手を出さないでくれ。お兄ちゃん、兄弟愛か、泣かせるものよの。ドクター、二人仲良く合体獣にでも改造してやるがよい。マオ、これで俺たちいつまでも一緒だぜ。うん、お兄ちゃん。合体獣、機械獣みたいなもの。まあ幸せそうだからいいか。おめ、俺は一体何が一体じゃ、食いがたいの。そなたが連合軍の改造人間じゃな。しかも悩んでおる。そういうやつがいずれ正義の味方に出するというパターンなのじゃ。まさにまとえた答えです。正義の目は若いうちにつまねばの。このシェイドはサイボーグ化された生体兵器で、記憶を消されてるんですけど、ジンやシェイドのシナリオだとやっぱり記憶を取り戻していい日とかするんですよね。あと、ジンの父親と戦うシーンとかもありました。ちなみにジンの父親の剣、サオトメはどう見ても仮面ライダー1号でした。シェイドの乗るヘリオンは、ヘリコプターに変形したりしますね。ヴァルキリーみたいですね。そしてシェイドもガルドみたいな感じします。まあクーロース。でもお腹のあたりに物合いみたいのも、使ってるからちょっとジオン系でもあり、アナハイムで作られた新型っていう噂もあるみたい。でも、伝統のめくり大キックがあるから、所詮、ゼロ号機の敵じゃないですよ。ジャンプ大キック少年の竜巻裏落ちとかカオスですよ。体力メーター見てたら、なんとなくゼロ号機が、ゼータ号機に見えてきた。ゼータっていうには、随分と太ましいけど、
ゼータっていうよりは、ダブルゼータ?ダブルゼータっていうよりかはジャイアントロボ?ふふ、手こずらせおって。そなたはタコの力を持つ改造人間として生まれ変わるのじゃ。後のスーパーエイトである。良心回路と自爆装置もつけてやる。ヒットレイ。なになに、これが新兵器キャプチャービーム。ではポチッとな。ポチッとな。来た。これがフライアリーナブリフトがモデルっていうのはやはり無理がありますよね。どう見てもタイムボ関係の悪役3人組です。ありがとうございました。これはなかなか。首の皮一枚でつながったのドクター。これはセウト泡だから恥ずかしくないもん。アグネス来いよ、かかって来いよ。あなた方ですか。恥知らずな VA に乗って世間を騒がす三悪人というのは。またドロキ寄ったわ。正義の味方がノーコゾー。恥知らず、この堂々としたゼロ号機のどこが恥知らずだと。草間博士に謝れ、このアンドロメジータ。お、泡、セウト、泡だからセウト。己一人の欲望も果たせぬ奴が、民衆を満足させることなどできるか。なに、その顔、見えたの?見えた?人に恥知らずとか言っておいて、なんだ、その哀れなバリアントアーマーは、楽なの?色といい、盾といい、バリアントアーマーとは、こうして使うものだ。ジャンプ大キック、ワンツー、アーム破壊。こっちは、足払いだって、ひいっくし、長いぞ。でも僕にしては、なかなかやるな。さすが超エリート。とても防御的なコスモを感じますよ。だが、私を相手にするにはあまりにも未熟。うつ主は3年待ったのだ。貴様たちのような分別のない者どもに我々の理想を邪魔されてたまるか。怨恨のみで戦いを支える者に、私は倒せぬ。私は義によって立っているからな。ソロモンよ、私は帰ってきたー。しかし、この族、小さすぎて、竜巻が当たらないとは、向かった。この私が遅れを取るとは、貴様、邪魔をするなぁ。その跳ねるジャンプエース猛罪ぞ。いい加減にしろ。沈めー。なにー、私の核弾頭を避けただと。おのれ、二度ならず、三度までも。我々の大義はくじけはしないぞ。ふ、意気込みはよし。覚えてろ。よろしいのですか、あやつらを見逃して。よいのじゃ。そして成長した奴らに倒されるもまた一行。アップはかくあらねばならぬ。はは、姫様、また一回り大きくなられた。しかし、私は今でもこの計画には賛成できかねます。罪のない子供たちを実験台にするなど。私とて気が重い。しかし地球圏を100年の戦乱に叩き込むよりはマシな選択だ。マリア、立花にしか聞こえないです。それとコロニーでも落としそうな言い草ですね。いい話じゃ。幼稚園バス誘拐とダブに毒薬は悪事の基本じゃの。貴様、聞いていたのか。生かしては解散。その
セリフもなかなかいい線言っておるぞ。うわぁ、なんたる上から目線。相手は、マリアさん、じゃない、マリーさんね。機体は、キラー B、殺人バチってこと？おっかねえ。刺されたら、毒で一撃死ですか？それとも、蜂の針ってわけじゃなくて、その剣に毒が塗ってあるのか？さてはお前、梶原雄吾流だな。毒は、カバネ、だな。うわ、なんか丸いの投げたな。毒の音がしたぞ。あのダンジョンズ&ドラゴンズの、クラウドキルみたいな音がした。やっぱ毒だな。こいつ、私に命を懸けさせてるな。怖い。思えば、戦闘前の会話も忍術とかいう心理戦だな。梶原雄吾流、リーチ長い。カバネが塗ってある。やばい、毒が効いてきた気がする。動きが鈍い。だが、ここは、ぶっこみあるのみ、ボーラー。だから、切るなって、毒、次長。うわぁ、あいつが剣を振るたびにクラウドキルの、音が。ここは、とりあえず、ジャンプキックから竜巻で、体勢を立て直さないと。うわぁ、飛んだら落とされた。梶原雄吾流に飛ぶと落とされるよ。最初から想定されてたよ。やべぇ。やられたー。あぁ、という夢を見たのさ。なんということだ。これでこの計画は、人類の未来は、そのように心配せずとも、人類の未来はわらわのものじゃ。大船に乗った気でいてよいのだぞ。なんだそっか。キャラ崩壊始まった。あんた、誰だ。あなたさえ良ければ幹部待遇でスカウトしてもよいぞ。機械獣と怪人もつけるがどうじゃ。ところで姫様、実験隊のガキどもはいかがいたしますか。このまま話すのも芸がないの。そうじゃ、デスタタン本国へ送り戦闘員として改造するがよい。なんたる鬼畜っぷり。さすが生まれついての悪だぜ。これが連合の秘密兵器ですと。うぬれ、わしらに内緒でこんな大掛かりなものを作りおって。じゃあ、むくやせ。完全にドヤッキーですね。本当にありがとうございました。誰がこの宇宙の真の支配者か思い知らせてくれるわ。姫様、それでこそ我らがデスサタン王家の正当なる後継者、地獄より来たりて死と破壊を撒き散らす。暴虐と搾取の女王、プリンセスデビロットとデスサタン旧世陛下でございます。口上が長すぎじゃ。本当に、工場が長すぎですよ。容量や時間が心配ですよ。いざとなったら、分割して、うぷすればいいんですけどね。さて、そういえばコンティニューして機体が、スーパーエイトに変わってますが、ご了承ください。合気の時は、CPU も結構攻撃を食らってくれたんですが、スーパーエイトの攻撃はあまり食らってくれません。ガードが異様に硬いんです。そこで、ガードするやつには、やはり投げです。キャプチャービーム、ポチッとな。
もう一丁、ポチッとな。もう、スーパーエイトこと、タコハチの場合は、これで行くしかありません。普通にワーロックとやってたら身が持ちません。ほら、飛び道具だって、謎のブーメラン起動だし、てか、あれは、エンゲスリンですか？やっぱ忍者といえばエンゲスリンなの？あの空から拳が飛んでくるやつだって、ランクー波動拳が着弾したら爆風が起こるようなチート性能ですよ。てか、なんで爆風にも判定あるの？バカなの？死ぬの？しかもあのゲンコツ、音が、マジで R タイプ、プルルーン、みたいな音だよ。こらこら、暴れなくていいよ。何そのショーパンチ、なんで3発も出てるの？食らうとどうせ痛いんでしょ？空中移動もなんか早すぎやしませんか？そしてスパコンもバリアーですか？出しとけですか？そんで、ロボのくせに分身しないでください。そういうのは、スパロボでやれ。言ってるそばからまた分身してるし、気力が130以上あるってこと？頼むから暴れないで、早く無に帰り。やったー、チートロボ撃破。さて、こやつの首を持って行けば、ガウェイン様も喜んでくださるかしら。そんな首喜ぶわけないだろ。どういう趣味ですか、それは。姫様、こやつ首だけしかありません。降るような星空の下二人は、この先はわらわには言えない。人の話を聞け。ガウェイン様、ようやく見つけましたわ。なんだね、会ったこともないお嬢さん。とぼけても無駄ですわ。さあ、私の胸に飛び込んでいらして。若い人は請求でいかん。若いっていうか、幼女です。完全に。娘は星の数。君の根性はどのくらいかな。お前も人の話を聞け。ついに最後の戦いか。ガウェイン様の不愛す。下半身がキャタピラだし、手は変なアームだし、どうなの？一見、ポンコツにしか見えないんだけど、機動力はあるのかな。うわ、体当たり強いぞ。さすが歴戦のジジイ。やるな。ミサイルをガードさせて、投げ。って何そのナイスキャッチ。ワーロックをも倒した投げ跳ねが、効かないなんて。だが、これしかないんだ。地獄大使、やーっておしまい。ポチッとな。うわー、アームが強い。なんなの、ゲゼなの？野蛮なの？ここは、水中、タコハチの方が、有利なはずなのに、どういうことなの？エースなの？私も投げたの。むしろ私が投げたの。やめてそういうの。だいたいなんなの？そのキャタピラも？歯が出てるよ。危ないよ。せっかく、水中人面岩まで見えるのに、ここは、仲良く干渉しましょうよ。あれは、なんなの？ファイナルファンタジーなの？グラディウスなの？それとも究極戦隊ダダンダーンなの？知ってます？ダダンダーン、
泳げたい秋くんで450万枚以上売り上げた、あのシモン・マサトさんが主題歌を歌ってるゲームですよ。ちなみにこんな曲です。まあ、正義の歌ですからこの三悪人には合ってないですね。三つの力でってところだけ合ってますけど。ああ、かけちゃった。コナミ怖いなぁ。それより、スーパーエイトの歌を流すべきなんですか？あれは、でも姫が小桜悦子さんじゃなくて、河村マリアさんだし。ドクターシュタインも銀河万丈さんじゃなくて、古川俊夫さんなんですよね。地獄大使だけ柳ジョージさんで一緒なんですけど、代わりにゆっくりが歌いましょうか。もういい加減にしろとか言われそうだからやめときましょうか。ラブリーデビロット？大きくなると声が小原のりこさんになるんですね。わかります。犬やしゃが体重もマリーカンブもいるし、固有ですよ。さて、そろそろ終わりです。テイクオリティ動画をご覧になっていただき、本当にありがとうございました。しかもコンティニューをしてるので、スタックロールがありません。神曲が流れるはずなのにすいません。次も未定ですが、格ゲープレイをしたいと思ってます。よかったら次回もご覧になってください。それでは、ごきげんよう。